まずあのサウジアラビアの,です、ね、あの9月14日の未明だったと思いますけどあの、えー、と18機の無人機と7機の,あのいわゆる巡航ミサイルでサウジアラビアの,施設あの,原,あの原油施設がやられてです、ねえー、とかなり大きな被害が出たんですけどまだ今誰がやったかっていうあの犯人がまだ見つかってないっていう状況です。アア、まあ、アメリカととかかサウジアラビアとか、まあ、最近 ヨーロッパ諸国もイランがや関与してるって言い方してるんですけど関与って言い言方は微妙なな表現なんですよねで実際のところ本当にまだ誰がやったかどっから撃って誰が本当にやったかっていうのは分かってない状況なんですけど私は正直言ってその「フーシ」がやったことによって何が問題かというと、えー、フーシはあのドローン を相当たくさん持っててまして、えー、敵だと思った国に対してはどこでも今ドローンがててる状況になってます、まあ、ですから今サウジに一発大規模攻撃があってなんとなく今、えー、この事故についてはマーケットが消化しかかってるんですけど私はあの実は2か月前にこの攻撃を予言してましてもし2匹目の土壌がいるとすると私は1か月間にもう一つ大規模攻撃があると思っています。 でその場所はあの今言っときますけどあのアラブ首長国連邦だと思っています UAE。と UA、e、いうのはなぜかというと先週末の風ーの報道官が次はは UAE のアブダビととかかドバイを狙うっっきり言ってるからです,、まあ、ですからそういう意味で最後になりますけど結局そのアブダビっていうか UAE も狙われるっていうことはアラビア半島全体の産油国が実はターゲットに入ってますから。 今回はあの570万バレルということで世界の原油供給量の6%弱はなくなりましたけどアラビア半島全体での産位国の生産能力は2000万バレル弱ですですから世界の原油供給の2割が実はもう今リスクにさらされているという状態だと思っていますですからサウジアラビアと UAE アラブ諸国連邦が風刺の脅威にさらされたとすると日本が輸入している原油の 約六十三パーセントが二つの国から来ています。もうこの数字でいかに甚大な影響かというのはわかると思います。あのシナリオと言っても私は今考えているのは、とにかくこのイエメンの風車のあのドローンの脅威をなくすためには一つ方法は一つしかないんです。でそれは何かというと、サウジアラビアとか UAE が主導してやっているアラブ連合軍のイエメンの空爆をやめることです。 まあただ残念ながらの9月14日の,あの大規模攻撃以降ですね、えー、日本ではあまり報道されてませんけどまたサウジ連合軍アラブ連合軍が空爆をしてますから多分近いうちにまたイメンが仕返しということであのドローンを撃つということでまあですからそれをいつ、まあ、UAE 自身はですねすでにあの7月からあの 風車のドローン攻撃が怖いのでイエメンから3000人の兵兵隊を撤兵しているんです、まあ、ですが逆にその見解じゃありませんけどその相手の一番ヘタれのやつに対してですねさらに攻撃をかけるということでまたゆえに今脅かしをかけているんですけど要はサウジ自身が、まあ、もっと言ってしまえばムハンマド皇太子自身がイエメンへの介入をやめない限りはこの状態が続いてしまうということだと思います。 であの実際にこれあの日本ではあんまり報道されてませんけどポンペオさんがサウジとか中東に行っていろいろ外交をやってきたんですけどサウジアラビアでは、えー、イランのこれは戦争行為だって非常に鼻息が上かったのに UAE に行った直後に平和的解決を望むっていうふうにトーンが変わりましたでその理由は私の,あの推測ですけど UAE があまりことを抗たないでくれと自分たちに 次は,次はドローン攻撃は自分たちが狙われるっていうことを恐れて多分アメリカに対すするトーンを落ととさせたんじゃないいかと思っています、まあ、ですからあ,のあとはサウジがいかに空爆をやめるかですけど実はその今サウジの自主的な権力者であるムハンマド皇太子さんが最初に4年半前に養殖についたのは国防大臣でその時に彼自身がイエメンの軍事介入をしてますのでこのままで えー、イエメンと手打ちをするってことになりますと何の成果もなくしかもイエメンへの,その軍事介入で1,000億ドルの金を使ったって言われてますからしかもあのサウジ自身の安全不足環境がおかしくなっているいうことを考えると今ムハンマドさんは日本ではミスター・エブリシンクあらゆる権力を持っていると言われてますけど彼の権力基盤が大きく揺らぐことになるのでなかなかサウジ自身がイエメンからの撤底ができないってことを考えると しばらくじりじりじり続きますますすす状況が悪化するとあの日本にしてできることっていうのは短期的な問題と長期的な問題が2つありまして一つはあのもう既にいろいろ言われてますけど日本には国家備蓄がありますであの民間備蓄を含めて230日分の備蓄があると言われているんですが私は個人的な考えから言って民間備蓄っていうのは役に立たないと思っています。 でまあ、その理由はあの例えばです、ね、あの中東で危機が起きて中東地域から石油が入ってこないという時に実際に元売りの石油会社があの自分たちが持っている在庫を放出するかどうかこれはなかなか難しいと思うんですね。でそう考えるとやっぱり国家石油備蓄が中心的な役割を握ると思うんですがそれが大体あの日本ののの 一日あたりの輸入量の休日分を備蓄してますから。まあ、日本政府としては、えー、今からでもいいので、しっかりとちゃんと放出できるような準備をすべきだと思います。それから、中長期的には、やはり、このエネルギーの安全保障というのは、もう供給源の多様化と。とそれから、化石燃料の中でのその種類の多様化。この二種類しかないと思ってまして、で私は多分、今、日本が中東地域以外からですね。 原油を輸入する場合に一番やっぱり可能性が高いのはロシアだと思っています。ね、まあ何となれば一番距離が近い。あの極東シベリアからであれば二三時でやってきますので、やはり近いところから持ってくるというのは非常に手ではないかなと思っています。まあそれからさらに言えば、日本というのは残念ながらまあ電力では今天然ガスとか LNG の利用が増えてますけど、一次エネルギー全体とすからするとまだ天然ガス LNG の利用量が少ないので。 原油から LNG 天然ガスへのシフトということを考えていくことが必要かなと思っています。